ナルト康美博です。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。内臓や御神体、気の見
車と駆けつけりゃ俺しも車電に濁流がじり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 と押し寄せる。ああこのままではあかん、神社が流される。何かしてこの水止めんと。そうや、竜下寺の奥様き、あいつを切って横倒しにして水をせっかめるんじゃ。おほるつ雨は横なぶり、雨にずぶ濡れ男たち、ものともせずに泥高き分け、竜下寺さんの大くすの木をえいやほらさと蹴り倒し、戻り来ました静川神社。濁流諏訪こそ今やと身構えた兄さん、己の目をこすりゃ。これは一体どういうこっちゃ。みんなよく見ろあの星、一体激しい流れに逆らうように幾度も動かん姿を。こんな不思議があるもんか、あたり一面泥の海、その水面にしっかりと元のまんまの姿で、まるで大木根を張るように輝く星みたい。おい、みんな見てみ、白川神社が村を守ってくれるんや。
私のふるさと八尾の町、健やかなれと祈りつつ、迫る流れに逆らった。題して渋川神社の物語は、ちょうど時間となりました。またのご縁と願いましょう。